はい、どうも、ヒデです。本日はとりあえず YouTube 始めて半年間経つんですけど、今後の予定というかやり方についてちょっと話をしたいなと思っての動画となります。とりあえず僕の中ではこのご時世なのでタクトレがすごいブームになって、家で筋トレをしたりとか体作りとかそういうのをやってる人が数年前と比べてものすごい増えたなと思ってて、自分なりにこういう筋トレするとこういうところがこうなるよっていうそのボディメイクとかの動画を何本か上げたり、食事の取り方とか筋トレのルーティーンとかなんかそういうのをもろもろ入れてきました。で、ダンサーはもう引退してほんと3年4年経つんで体が動かない中で、この間ちょっとね流行りに便乗して BTS さんのダイナマイトの踊ってみたとかそういうのもやってみて、結構 YouTube 楽しくやれてるんですけど、今後どういう形でどういうものを配信していこうかなっていうのがって形になってまして、なので今までは毎週土曜日のお昼の12時に必ず、定時でこう動画アップを続けてたんですけど、この動画で一旦ちょっと区切りっていうわけではないんですけど、で別にやめるとかでもない、終わるってわけでもないんですけど、一旦ちょっとその土曜日の定期アップを一旦ちょっと終わりにして不定期で上げていこうかなと思ってます。なので今僕の中で思ってるのはちょっと新しい筋トレ方法とかが思い浮かんだらそういうのをまたアップしていきたいなとも思ってますし、あとはこの間の動画でも軽く言ったんですけど、結構 DM とかそういうのでこういうのが見たいですとかこういうのを教えてくださいとかっていうのが、少しずつ今増えてきたので、なんかそういうのにちょっとこうアンサーしていきたいなと思ってます。なのでこのチャンネルを見てなんかこういうことしたいなとかそういう方いましたらコメント欄でも大丈夫ですし、SNS とかでもいいのでこういうの見たいですとか、筋トレとかダイエットに限らずそのダイエットとかじゃあダンスとか、振り付けとかなんかそういうのでもなんかちょっとこうそういう見てくれてる人の意見みたいなのをちょっと知りたいなって思って今この動画を撮ってます。なので、終わりはしませんが、もしよかったら遠慮しなくて大丈夫なので、いっぱい連絡ってなんか変ですけど、こういうのやってっていうのがあったらぜひぜひしてみてください。で、YouTube の定期配信は一旦不定期っていう形にはなるんですけど、概要欄に書いてある、Twitter、Instagram この辺は普通にやっていきますし、あとショールームっていう配信アプリ
があって、皆様知ってますかね。ですね、じゃん、こういう感じで配信アプリっていうのが今あって、ここでなんか直接やり取りをして、こう見てくれてる人からこういう意見がなんかあって、それに僕が答えたりとか、ここでも直接的にこういう筋トレした方がいいよとかっていうのを教えたりとか、そういうのもやってますので、もしよかったら、あのお金もかかんないし無課金で遊べる配信アプリなので、これを見てる方、もしよかったらショールームの方を見て遊びに来てみてください。ちょっと今ショールームの方にも反応してます。いや、はい、はい、ちょっと今こうやって、はい、コメントしてから、コメントとかもできますので、ぜひぜひショールームの方にも遊びに来ていただけたらなと思います。はい、ということで、まあとりあえずこんな感じで今日の動画は終わりたいなと思うので、ここまでのご視聴ありがとうございます。リクエスト等ありましたらいつでもお待ちしてますので、ぜひください。そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。じゃあ皆様またバイバーイ。